ビビね。ああ、背負いたいの？うん。紐かけます。かけたら2本一緒に下にギュッて引っ張ると、もうかかります。外すときは、1本だけ親玉に、よいしょ。乗せてから2本一緒にギュッて引っ張ると、もう取れちゃうんです。すごいでしょ。覚えた？覚えれた今。じゃあ最初にやってくれるので。すごいね、はい、ありがとう。じゃあ一緒にやろうね。じゃあここから切るね。そう、で2本一緒に下にギュッて引っ張ります。そう、上手。外すときは1本だけお山によいしょと乗せてください。そう、このまま、そう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 、上手。2本一緒にギュッ、おっ、1回で。じゃあ次です。じゃあ交代でみんちゃんどうぞ。そう、かけて下にギュッ。そう、外すときは1本だけお山によいしょします。そうそうそう、これでいいよ。あ、いい、このままね。そうそうそう、これでいいよ。そう、バッチリ。ありがとうございます。何のブーブーいた？ガン。ガン。え、なんだろう。キレイキレイする。黄色のブーブー。ブーブー、うん、降りる。うん、素材がフォアなのか人工皮膚の違いだけなので、基本的なコーヒーの性能が普通のところはもちろん同じ薬になっているものですから、通気性が必要な部分はお水に強い人工皮膚ですし、ベルトの部分は一番強度が必要、馴染みやすいので、ここは必ず牛側を使って全部使えています。本体がどの素材であっても必ず牛側です。ですので、それぞれの素材のいいところが生かせるように、かっこいいな、素材変えてますので、このモデルを選んでも軽くて丈夫で変わらないような仕上がりになっています。あ、すごいね、もう全然開け閉めも簡単じゃないですか。そこから背負いです。ランドセルに貼ることができるので、直接縫われてるわけではないものですよね。自分の好きな場所に貼って剥がすことができます。ですので、自分だけのデザインのランドセルを作ることができるというのもすごく嬉しいなと思います。前に貼ってもいいのかなと思って、1年生のうちはもしかしたらね、あの黄色い交通安全のカバーの地域もあるし、一応ここ3段階調整ができるようになってますので、すごいな。爪の部分が引っかかるとしっかり止まるので、ここが広がると今動きましたよね。こんな感じでスライドしてくれます。ですので、お子さん自身が鍵穴を選ぶ必要は全くないですね。ピタリと閉める。そうそうそう、上手上手。鍵穴閉めてこれで大丈夫。一応無料サービスでこちらの部分に片押しで刻印のサービスもしておりますので、もしね、気に入ったら乗せる駅であり道が通ったことがあれば、ここまで感じで、例えばこんな感じでね、月曜日とか入ります。じゃあ、ビーとか、ビーとか、かなりね、荷物が多い日もあるようなんですけど、いつでも対応できるように、今ちょっと広げられるように。ウィーミーさん、タイプ違う。タイプ違う。やめときます。じゃあ、どのモデルもですね、対応サイズにはなっているので、重たいものはできるだけ背中、ピンバックルは使わずに、リゴスという金具を使ってます。ですので、1本のピンではなく、2本で支えてあるので、開いたんですけど、穴が広がって破けちゃったりとか、抜けちゃったりということがほとんどないので、はい、力分散してますので、ね、安く取れちゃうことも、ね、ありません。でベルト調整も非常に簡単で、この部分を引っ張って、このグループを抜くので、上に垂直に外してます。これぐらいおとなしい方がいいし。刺繍のね。あ、そう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 。背負った状態で見て流したいポイントがですね、この部分とこの部分になるんですけど、ちょっとお姉ちゃんも変に触るね。ここの部分ですね、ここの部分の隙間が
構してるので大きな隙間空いてないんですけど、この状態で丸まるとベイビー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 ここのところがこっち側がピンク色のところで見せてみませんベイビー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 ベイいいじゃん。ああ、背負いたいの。うん。背負いたいの。すごいやん。めっちゃ文句言うてる。めっちゃ文句言ってる。はい。紫とこっちだったら、ね、紫の方がいい。ああ、そうなんや。紫の方がいい。あくんもじゃあ背負わせちゃう。あくんいいって。あ、それ嫌なんや。ゆっくり狂えて回って、どんなんか。そう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 。このサイドのこの、これも可愛い。もう一回吹いてみて、吹いちゃんも自分で見て。ここに、猫ちゃんがある。どう？こういう感じ。中見てみる？中。紫じゃなくていいの、ふうちゃん。この色？ふうちゃん、これだって見て、この色も入ってくるんだって。はい、紫、薄い紫。ピンク？ピンクにする？紫が、紫も見ようって。紫も見て、どピンクが良かったらピンクでもいいし、うん、全然まだ決めないよ、うん、でもその時比べてもいいよ、うん、しておいで。いや、ゴーくん何周見たの？ゴーちゃん、ゴー君今何選んだ？これだ。チョコ？いい、ゴー君。チョコとゼリーね。いい、ゴー君。
五個ね。五個って言われた。もうだけパパ入れといていいよ。いいよいいよ。また、息子が来る。